たのか。うん、俺釣り得意なんだよ。は面白いやつらだ。並べここへ。よし、じゃあ名前から聞こうか。俺はゴン。私の名はクラピカ。俺はレオリオというものだ。お前らはなぜハンターになりたいんだよ。そのでっかいの答えたくねえな。いいから答えろ。おい、偉そうに聞くもんじゃねえぜ。面接官で丸まいし。俺は親父の仕事がどんなものかやってみたくなったんだ。おい待て、ガキ、勝手に答えるな。いいじゃん、理由を話すぐらい。いや、ダメだ。私もレオリオに同感だ。おい、お前年いくつだ。人を呼び捨てにするんじゃねえ。もっともらしい嘘をついて嫌な質問を回避するのはたやすい。しかし偽証は強欲と等しく最も恥ずべき行為だと私は考える。おい、かといって初対面の人間の前で正直に告白するには、私の死亡理由は私の内面に深く関わりすぎている。したがってこの場で質問に答えることはできない。おお、それじゃあお前ら今すぐこの船から降りな。なんだと？まだわからねえのか。すでにハンター資格試験は始まってるんだよ。ハンター資格を取りてえ奴らは星の数ほどいる。そいつらを全部審査するほど試験官は暇じゃねえ。そこで俺たちみたいのを雇われて戦場でふるいにかけるのさ。さっきの魔物はあらかじめ予定してあった試験なのさ。お前たち以外はすでに不合格だ。つまりあとはお前らが本試験を受けられるかどうかは俺様の気分次第ってわけだね。分かったかい？やけに湿っぽい風だ。